学校来なかったな。こうして集中すれば電圧を感じるから元気なのは確かなんだけど、黒崎くんのことだからきっとどこかでこっそり修行とかしてるんだろうから探さない方がいいんだよね、きっと。黒崎くん、朽木さんに何も言わずにいなくなっちゃったのかな。